なんだか見られてるみたいで落ち着かねえな。このメモ。モスクワ6時間、ニューヨーク14時間、リオデジャネイロ12時間、世界中の都市の名前と時間が並べてあるぞ。そうか、この時間は日本とその都市との時差を表しているんだ。けどなんでこんな計算を。目的が分かんねえな。ん？時間の書き込みが抜けてる都市が一つだけあるぞ。ロンドン。つまり大英帝国だ。ロンドンはグリニッジ標準時だから、東京との時差は9時間。多分ここだったら時差について書いてある本が見つかるんじゃねえかと思うんだが。Thank you.
ったぜ。しかもご丁寧に目的のページにしおりが挟んである。どうやら英次郎もこれを使ってあのメモを作ったみたいだな。しかしだとするとなんでロンドンの時差だけ書き込まなかったんだ。そうか、そういうことかよ。それが謎を解くヒントってわけだな。世界地図か。そうそう、ケビンさんの部屋にあった見取り図。こうやって見るとこの館の形はまるで世界地図みたいだな。ほらな、西館がアフリカとユーラシア大陸で、東館は南北アメリカ大陸なんてな。来たぜ。トネ英次郎がこの館に施した仕掛けが。この部屋が意味するメモの都市はモスクワだろう。やっぱりな。ここの時計はロシア製だぜ。
の部屋にあった時計にも意味があったわけか。この部屋が意味するメモの都市はプレトリア、南アフリカの首都だ。思った通りだぜ。この部屋が意味するメモの都市はロンドンに違いない。やっぱりな。時計はイギリス製だ。さあ、江戸川様ですな。この部屋への立ち入りはご遠慮願います。冗談でも水を海に流したりしたら
亡くなった旦那様にきっと叱られますわ。鍵がかかっているみたいだ。この部屋が意味するメモの都市はおそらくニューヨークだ。思った通りだ。時計もメイドイン USA だぜ。この部屋が意味するメモの都市はおそらくリオデジャネイロだ。思った通りだ。時計はブラジル製って書いてあるぜ。
れで全部か。アメリカにロシア、ブラジル、南アフリカ、そしてイギリス。やっぱり部屋のある位置とメモの都市、それに時計の生産国が見事に一致してやがる。